今日帰っていいから。あ、そう。じゃあね。そんだけ。あのね、私今電話待ってんのよ。切るよ。さっきも言ったけど、帰りに行かんな。あ、帰ってこないってどこ止まるんだ。あれ、待ってるって誰の電話だ。お嬢さん、お嬢さん、もしもし、もしも、もしもし、クソバッバ、爆睡中、しかも人の家で勝手に寝んなっちゃうの。知ろうか、知らない男の部屋で泊まってるかと思ったよ。冗談冗談、それは冬美だって。一体誰に話しかけてんだ私は。あいた、下流の出汁やなくてさ、ちゃんとこうやって朝からカツを削ったんだ私。朝いっぱい入ってるね。神様、私に遅刻しろって言ってんのね。一杯ちょうだい。はいよ。あ、俺もちょうだい。はい。あれ、ちょっとどうしたの？あなたが目覚まし時計投げつけたんでしょ。うっそー、またとらしい。あの、ほんと痛いの。直撃したの。それにさ、あなた、人の部屋で勝手に寝るのやめてください。あれ、寝ようと思って寝たんじゃないわよ。電話待ってたらついつい。そっか。あ、そうよそうよそうよ。ああ、何なのラッキー。もう朝っぱらからで、なんで宗一郎帰ってきてんの？今日は帰んないんでしょ。この人の朝帰りよ。朝からガタガタやってたもん。そうです、朝帰りです。そうか、とうとう童貞を捨てちゃったか。誰が童貞ですか？あれ、違ったの？あんた、ちゃんとしたんでしょうね。何よ。いや、そのあれよ、否認よ、否認。ねえ、ちょっと朝からそういう話やめようよ。言い出したのはあなたです。あ、そっか。あの、僕はナズナさんとはそういう関係じゃありませんから。え、僕たちはそのなんていうか清い。ね、一晩一緒にいて何にもなかったの？はい。うっそ、信じられない。そりゃ、世俗にまみれたあなたたちには分かんないかもしれないけど、僕は彼女のことを大切にしたいと思い。うっそ、エッチに自信がないんだ。ムキになった、ムキになった。図星だ図星、こいつ。失礼でしょ。あ、そっか、すいませんでした。だから違うって。ごめん。
失礼ぶっこきました。ああ、でもなんでわかんだ。年の子ですかね。でも俺3年ぶりなんだよね。え、高井さんからケーキの差し入れです。あ、俺コーヒーね、はい、あ、じゃあ俺もコーヒーちょうだい。はい、でもあれでしょ、本当に好きな人は大切にしたいってのもあったんじゃないですか。ああ、俺それ嫌い。なんでですか。だってほら、本当に好きな人を大切にしたいってことは、うん、どうでもいいやつは何でもするってことだろう。うん、まあそうですね。だったらそんなかっこいいこと言うなと思うんだよ。みんな大切にするべきなんて、うん、あ、俺今ちょっと感動しました。先輩、それ女の前で言うといいですよ。そう、だからそれ、先輩何やったんですか、一晩中。そうですよ。え、うん、はい、コーヒー入りましたよ。おう、Thank you。 ありがとう。ケーキちょうだい。ちょうだい。あ、でもほら、何やつってんの。いや、人生ゲームじゃないですよね、まさか。オセロ。オセロ一度言えば分かりますよ。あ、そうお正月は食べちゃうんですよね。本当そんなことないですよ、全然。そうですよ、平気。私なんかね、お餅食べ過ぎちゃって、お尻のね、こういうのついちゃった。夏樹さん、はい、お電話です。はいよ。じゃあちょっとごめんなさい。はい、もしもし、笠原です。あ、もしもし、久我です。ごめんね、昨日電話したんだけど話中だったみたいだから。あ、そう、ごめんなさい。もう宗一郎バカ。ん、宗一郎。え、ああ、あの、うちで飼ってる犬なんです。はい。へえ、犬飼ってんだ。何犬。え、強いて言えばダルマシアン。はい。ん、ああ、仕事中だよね。いや、もう全然大丈夫です。食事の約束いいかな。ああ、もういつだってどこだって飛んでいきます。流行りのワイン屋さんなんかの方が良かったかな。うん、私こうグラス回したりするの苦手なんですよしかし久しぶりだよね。ねえ、俺が大学の時だから、え、十何年ぶりか。あ、え、あ、あ、いやどうぞあ、どうも。夏希がね、中学校の時の家庭教師なんだって。あの人も中学時代あったんだね。美容師になる前は恐竜でジュラシックパークにいたと思ってた。はい、
でね、その家庭教師は今は大学病院の先生。エリートなんですね。まあね、玉の輿ってやつですね。はい、ありました。遠藤、私もカニ。はい。でもさ、食事の誘いがあるってことは、そのなんていうの、向こうはちょっと乗る気なんでしょう。それもどうだかね。誰？新聞屋じゃない？あ、小林だ。あ、ちょっと遠藤。え？遠藤。あ？遠藤。うん。早く。はい。はいはいはい。ねえ、小林って誰？後輩。はい。いや、おう。お、いい匂い。あ、そうも。あ、一緒に食え。あらあら、お友達、どうぞどうぞ座って。もずく酢とカニ味噌豆腐と、そっからここまで全部。全部ですか？え、全然いいんだけど、そんなに全部食えかな。あ、そうですよね。なんでもすごいかっこよくって、夏希はずっと憧れてたんだって。そういうのってさ、月日が経つと腹が出て吐いちゃったりするんじゃないの？それはね、前にも増してかっこいいんだってさ。そうなんだ。あ、でもあなたも素敵ね。そうですか。あ、カニ、カラッとろか。あ、やめて。こいつ男不意味、刺し傷だらけ。あ、そうなんだ。刺し傷だらけなんですか？あ、いえ、あの、それほどでもないんですけど。すいません、すいません。いや、僕ちょっとよくわかんないんですけど、そういうのって自慢しちゃうようなことなんですかね？エンド、ビール。ほら、ビールだったよ。ビールだって。わかりました、行ってきます。うわー、空気冷たくて気持ちいい。ちょっと酔ったね。久我さん、お家どこですか？オレンジ。うん、駒沢。なっちゃんは？私は今は恵比寿です。友達と一緒に。ああ、友達と一緒に犬飼ってんだ。え、ほら、昼間電話で。ダルメシア、うちの娘がさ、うるさいんだよな、犬が欲しいって。娘？そう。娘って？あ、久我さん、結婚してるんですか？そう。正しくは結婚してました、だけど。え？過去形。離婚。バツイチ。仕事仕事でうちほったらかしで、娘の1歳の誕生日祝えなくてさ。うん、これでもね、俺子煩悩だったの。子供の写真を定期に入れちゃったりしてさ。うん、それなのに一つの誕生日、中間でやっぱり家に帰れなかった。女房言ったよ、大丈夫、1歳の時のことなんかこの子覚えてないわよって。だけどね、俺は覚えてるんだよね、多分ずっと。一つの誕生日祝えなかったってさ。ごめんね、つまんないよね、この話ね。さっき指見てたんですよね。指輪してないなって心の中でチェック入れてた。あ、店で？うん。あ、そうか、なるほどね、指輪か。もう後もないよな。あ、かわいい。そう？うん、娘さんとかこういうの喜びそう。そうかな、わかんないけど、私はちっちゃい時こういうの好きで集めてましたよ。じゃあ買っちゃおうかな。どれがいいだろう。ね、これか、これだな。じゃあ2つもらっちゃおうかな。これが娘ので、これがなっちゃんの。いくら？500円。500円。ちょっと待ってね。だから、あった。はい、このままでいいや。ありがとうございました。どうもありがとう。はい、なっちゃんのいるか。いいんですか？うん。
もうちょっとカッコつけようって思ってたんだけどもな。え？初めてのデートだし、できるなら離婚の話はまだしないでおこうとか、姑息なことを考えていたわけだよ、おじさんは。え？おじさんって、久我さんがおじさんなら、私はおばさんですよ。いや、なっちゃん可愛いよ、綺麗だし。あ、なっちゃんなっちゃんって、慣れ慣れしいか。よし、俺勝負。おー、来ましたね。147、2万ドルです。よっしゃ！おい、お前いつまで金数えてんの？お前回せよ、早く。お前だって。小林、頼むぞ。はい。ただいま。おかえり。やったな、10万ドル。カモン。ガビン、抜かれたよ、私。毎度。君たちは人生ゲームをやりながら人生を無駄に過ごしてるってこと気がつかないかな。何よ、どうだったのよデートは。それがさ、聞いてくれる？ごめん、私ね明日朝早いんだった。私も原稿の続き。俺もだ。聞いてくれる、聞いてくれる。原稿お願いします。やだよ。イグレックのケーキ買ってきたんだけどな。イグレックのケーキ買ってきたんだけどな。あれ、信号。どうも。私今流し目されたんだけど、私に気が合わない。あれ、ただの癖。よろしく。それさ、なんかできすぎじゃない？かえって。私もそう思うな。そんなかっこいい人がさ、俺っておじさんでなんて自分から言っちゃってね。ねえ、コーヒーまだ？はい。で、何もらったの？見せてごらん。何これ？露店で買ってもらったの。いくら万円？250円。たやすい。250円で落ちる女ねえ、小林くん。いや、僕は分かんないです。不倫してるあんたにはこういう乙女の順調みたいなのは分かんないわよ。だわね。大体ね、夏希はね、無防備で自分の感情を室出してそんなんだから、男に足元見られてすっかりしょ。冬みたいにもたぶって男の人の気持ち転がして楽しんで、で結局やってることは不倫じゃないの？もう言ったわね。ちょっとこの来た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 、言わせてもらうけどね、あんた私が買ってきたビール勝手に飲んだでしょ。ほらないでしょ。人の亭主取るよりマシでしょ。だいたいね、だから相手の奥さんにね、泥棒猫って呼ばれんのよ、この泥棒猫。なんですってこの垂れパンダ女。 あんたはね、いい年してお子ちゃまになって本当に人を好きになったことがないから。違います。いい年してね、自制心っていうのがないからね、不倫なんてするんです。だいたいね、そういうことやってる人のね、言い訳っていつもそうなんだよ。本当に人を好きになったことがないから。こいつなんでこういう時だけ頭が回るんだ。もう人を犯罪者みたいに言うな。いるか。いいもん、どうせ250円だから。まるで子供の喧嘩だね。買ってくれたな、本当に。そうそう、もっと大きいぬいぐるみとかだったらね。もう あった。割れてる。尻尾あったよ。とりあえず接着剤だね。
丈夫だよな。呼ばいですか。何言ってんのよ、人起こしといて。何言ってんですか、人の部屋で勝手に寝といて。ねえ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 、怖いんだよ春子。夜中突然起きて、神様降りてきたとか言いながら、この世のものとは思えない速さでパソコン打ち出すので、触るとピリって電池走んのよ。今で寝ればいいじゃないですか。今は冬美が占拠してんの。ねえねえねえ、知ってる？あいつ夜中になると今で電話してんのよ。夜中に？そう、不倫相手と泣きながら。だからやめればいいのね。ねえ、あなた今私を女として意識したでしょう？してません。たとえ宇宙の彼方であなたと二人っきりになっても、僕はあなたには手出しません。私は出すのにな、それ。あなたに襲われるんだったら宇宙人に襲われたがマシです。ねえ、私ってそんなに女として魅力ないの？そういう質問は僕にしないこと。おやすみ。あ、そう。ねえ、あなたさ、もしかして私で練習しようとかしてない？あの、さっきから何聞いてんですか。これっぽっちも女として魅力を感じないって言ってんです。なんだ、じゃあこっちでね。よっと、おやすみ。電気消して。早くジェラシックパーク帰ってくださいよ。おやすみ。おやすみ。あないいな。え、え、何よ。何でもないよ。下の段のメニュー全部頼もうとしてびっくりしたので。ああ、夏来てね、人の倍食べんのよ。ああ、そうそう、それでほら、なっちゃんとか呼ばれてその気になってさ、これからもずっと呼んでほしいみたいな。そうよ、そこで私一丁絡んでやれって思ったのよね。せっかく悪いじゃん。ん、あれ、うわ、ん、あ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 、嘘つけ。 Only for you。 250円だった。ください。いいとこあるじゃん、同じもの探すなんて。本気なのよあいつ、うん、本気で大事に思ってるのよ、250円のイルカ。私はさ、ダメになったな。250円じゃ感動しなくなったよ。裏読んじゃ、下心とか考えちゃう。だから、夏希が羨ましくもあり、宝でもあるの。宝？うん。自分と同い年でさ、友達でさ、心曇ってないでしょ、何でも信じられて。ええ。何？いや、他に友達ないから友達だって言ってたから、初めて本音聞きました。
る子もいいやつよ、ああ見えて。それは知ってる、姉貴だから。あ、そっか。そうちゃんもね、あったかい人。そういうあなたもてか、そういうのやめましょう、気持ち悪いから。そうだね。ありがとうございました。お大事に。はい。それどうしたんですか？ん？娘に突っ返された。こんなもん5つの子供だって喜ばないってさ。女の子は難しいね、離れてると特に。エイリアンみたいだよ。嘘。はい、卵です。随分薄切りだね。いいの、韓国風だから。そう。はい、はい、できたよ。あ、うまそう。これ、さあ、ほら、すごい。ダメか、残念ね。ビール、ビール。あ、ハルコ、冷蔵庫入りきらなくて、下のだ。俺より小林の方が人気あるんですかね。でも、俺よりお前の方が人気ある。ただいま。あ、お邪魔します。うん、またいたの。小林くんは？あ、仕事でね、朝まで詰めてんだって。冬美がね、すき焼き作ってんだ。韓国風だって。夏木の手洗ってくれば？あ、はい。ん？割れてない。うん。でもやっぱいいっすよね、こういうのって。一人暮らしだとなかなかこういう鍋とかね、すき焼きとかできないんすよ。冬の一人はきついっすよ。これ最後何入れんの？お餅でしょ、すき焼きは。まあ、そうですよね。今すき焼きの締めはお餅ですよね、お餅。うどんもいいけどね。スタートに戻る。夏木、昨日はごめんね。3123、サラブレッドを2頭買い2000ドル払う。うん、こっちも言い過ぎた。何すか？こういう風にしか仲直りできない人たちなのよ。変な仲直りの仕方。持ってけ2000ドル。はいよ、毎度に。はい、翔一郎。治るか。よっしゃ。行き止まり別の道に回れ。あんまり僕を巻き添えにしないでくれ。よっしゃ、俺だ。よっしゃ。なんか日本酒でも飲みたいな。何それ。え、いや、ルーレット回す人はなんか一言ずつ喋るのかなと思って。4ですね。1234。何？台風に吹き飛ばされ、スタートに戻る。ああ、ねえねえ、一緒一緒一緒。ねえ、お金かけないとさ、やっぱ盛り上がんないと思わない？いいね、それ。5000円。1万円。吉本。うっそ。給料日前。だっさ。じゃあさ、負けた人も罰ゲームしよっか。卵ゲームとか。ああ、いいね。しゃ。聞いてます、聞いてますって。やった、私優勝。イエーイ。なんだ、春子かも。ビリが夏希と総一郎、二人とも同率ビリ。何、ビリ？二人罰ゲームだからね、罰ゲーム。じゃあ、私は仕事します。頑張って、ねえねえ、総ちゃん、コーヒー入れてくれる？やだ。あ、いいよ、私入れた、入れる。ちょっと、そんなところでね、ないの？そう、家庭内で不思議な日だからね。誰がすんのよ。遠藤、もうね、不倫、悲しいっすね、切ないっすね。ちょっと、嘘、
遠藤、一緒に泣いてくれてんの？いや、あのね、病院で酒飲むと思う。ダメだ、小林、小林、小林って、こ小林、これ違う、だから俺じゃダメですか、姉さん。あなた、ダメですか、僕じゃ。どうしよう。え、何、どうしたの？今、仕事部屋戻ったら、これん、何何、あの日君と出会わなければ、うん、いいタイトル、うん、あ、そう、うん、あれこれさ、この間書いてたミステリー大賞の原稿、そうよ、あ、雨が少々と降るやつね、エンド分かる、少々、分かんないよね、ねえねえねえ、なんでこれがここにあるの、私、間違って前に書いたやつの方応募しちゃった、前に書いたやつ直したのね、ざっと一月ぐらいで書いて、それでね、残りの2週間で手入れてね、ずいぶん直したの、それ送ろうと思っててね、え、前の直してないやつ送っちゃったの、締め切りいつ、今日、今日の消印有効、もうダメだ、バイクも免許取り立てじゃないでしょうね、そうだよ、え、うっそじゃあ午後7時で返済いたしました、ご用の方は建物右側管理棟へお回りください、フォーム部、もうやだねえ、なんで夜中になってエレベーター止まんのよ、経費節減でしょ、ほらどこも苦しいの、ねえ今何階登ったっけ、4階、ちょっとまだまだじゃん、もうやだ、もう、ああ、はい、え、違う、え、原稿用紙、ああ、うん、はい、あ、じゃあほら、ああもうそれ何？フルト。あ、じゃあ、はい、ここで待ってて。はい。ね。はい。総一郎。総一郎。総一郎。何？ちょっと来て。どうしようかな。かっこ悪いな。何ですか、ここ高くて暗くて寒くて怖いんですけど、え、怖い、怖いんですけど、おー、おー、びっくりするな、もうやだ、もう私も行く、痛い、もう、いや、そんなこと言われてもね、そこをなんとかよろしくお願いします、それが出すはずだったやつってこと、はい、そうです、じゃあさ、あそこから見つけて差し替えて、はい、ありがとうございます、 あすいません、すいません、あの方が、あ、バイトよ、ほら、これ去年映画化されてベストセラーになったでしょ、社員だけじゃ手が回らないのよ、このコンクールやったら応募するの多くてさ、じゃあまあ頑張って、はい、ということなんでよろしくお願いします、すいません、タイトルなんだっけ、君と出会わなければ、あの日君と出会わなければ、僕は何をしていたでしょう、知らない、そんなの、
ございました。ご苦労さん。もう帰りたいんだけどな。もうちょっとだけ待ってください。もうちょっと、はい、そお願いします。頼むね。あった。あの日君と出会わなければよかった。おっせえな。もうね、当選した気になって喜んでるよ。あっそう。覚悟持ってる？持ってない。なんで新聞社勤務なのに持ってないの？覚えてよ。うん、うんうんうん。卵、パン、ハム。うん。はい、女性自身。オッケー、じゃあね。覚えた？卵、パン、ハム、女性自身。買ってこいって。さ、行くべ、行くべ。乾杯。おお、あったかい。あ、そうだ。ポッ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 ポ、あれ？あ、そう、知りすぎてる方があんまん。あ、そう。じゃあ、肉まん。あ、腰きれい。ほっ！取った！嘘。知ってるよ。全然知ってる。でもさ、ハルコも大変だね。見たの数。あれじゃとてもじゃないけど当選しこないよ。なかなか遠いやね、夢は。あ、でもほら、遠いほど輝くってこともあるじゃん。なるほどね。あの星みたいにね。詩人だね、そうちゃん。ん？あれ？アロンアルファでくっつけたイルカは？あれ、ハルコ。ねえ、じゃあさ、あの無傷の新しいイルカは？それは秘密です。あ、冬美だ。ねえ、なんでそれ知ってんの？俺がナビゲーターしたから。なんか悪いね。うん、別に。あ、なんか食うもんないかな。腹減ったよ。ねえ、夏樹さん。え？罰ゲームやろっか。罰ゲーム？さっき俺たち人生ゲームで負けたでしょ。ああ、はい、そうね。卵ゲーム。それでは始めます。行くよ、ほら。あ、生卵でしょ？大丈夫、これで剥けると気持ちがあるから。ああ、そういうことね。働く。大球投げました。じゃあ私がソフトボールだ。ねえ、こいつらは家庭内セックス禁止なんだけどな。ああ、してないでしょ、セックスは。ああ、ね、あ、そう、冗談。なんかさ
さ、子供の頃こういうのあったよね。親戚の男の子とかと一緒に寝てた。私も昔思い出しちゃった。こいつとこうやって寝てた。今はやんないよ、子供の時だけ。じゃあこの二人は二人でいると子供に戻るんだね。いいのかね、そんなんで。ちょっと羨ましいな。だって結局さ、大人ってさ、難しいこと考えてるふりして、大事なもの背負ってるふりして、結構心の中スカスカだったりするじゃない。スカスカ、うん。頭の中はぎっしりかもしれないけど、心の中はスカスカ。子供の頃はさ、世界って果てしなかったし、でも行こうと思えばどこへでも行ける気がしたし、毎日が冒険だったし。ねえ、それ書き留めていい？うん、いいよ。でも大したこと言ってないと思うよ。そうかな。おはよう。おはよう。なんでんの？だから今までとは違った。こう言うとほら陳腐だけど、あったかい気持ちで写真撮りたいと思ってさ。ほら新聞の写真って強い写真に写真って言われるんだ。インパクトのある。ああなるほど。でも撮りたいもんも出てきたし。夏樹さん？まさか。どうして？だって楽しそうじゃない、すっごく。いやそれはいい人たちだったけど、そういうとこいるうちに俺も自分の気持ち見えてきたりしてさ。撮りたいのは君なんだ。私？そう。へえ、デート？いそいそ出てったよ。夏樹、食事は？うん、私駅の近くでラーメン食べてきた。ジロー？珍しく並んでなかった。美味しかった。ごちそうさま。レア、今日はもう帰んなきゃいけないんだ。ちょっと歩こう。うん、寒くない？うん。こんな風に腕組んで歩いてるの会社のやつに言われたら困る？いや別に。今度さ、どっか出かけよう。ほら、そこで写真撮ろう。うん。あ、駅まで送るよ。うん。私、返したくないな。楓くん、そんな楽しい場所に返すの心配だな。あ、びっくりした。うん、そうちゃんまだ？うん、なんか小腹空いちゃったな。なんもないね。
あ、この卵、私たちが買ってきたやつ？コンビニで買ってきてくれたやつでしょ？食べちゃおう。